今通る鹿の、なんだろうこれ、鳥みたいでなんかね口が開いてる、なんだろうな、ね、ドラちゃんこれは何の雲、キョウちゃん何だと思う、なんだろうね、なんかカメではなし、なんか鳥が口開いてるみたいじゃない、鳥みたいなような気持ち、ねね、なんかね面白い、あカラスかな、カラス天狗さんね、カラス天狗さんっぽいよね、カラスさんの、あの白天狗さんっているじゃん、その白天狗さんがカラスにあのちょっと憑依したみたいな感じかもしれない。でここは今川内からの橋です、山赤城山が川内からだともっと近いね、青山です。でも最近さあの富士山が見えるんだよね、秋口しか見えないかと思ったけど、なんで見えるんだっけ、空気が乾燥してるから見えるのか、大概秋口になるなんて富士山見えないのにね、何やら面白い雲があるけどちょっと木で隠れちゃった。で今日は山頂に向かっています。あファミマに寄りました。アサヒカルピスウォーター、氷点下レモン、氷点下粉砕レモン使用だって、 600ml 果汁 1%、ファミマでアイス買ってきました。うん、すっきりする、あのレモンカルビスのレモン強めみたいな味。うん、うん、あカルビスウォーターなんや、やばい、そうだよ、知らないで買ったんだ、レモンウォーターかなと思った、氷点下レモンカルビスって書いてある嘘言わない、どこの人か、ファミマラジだなって言うと、赤城ミュージアムみたいな、昔なんかあのかき氷のイチゴみたいな味、うん、なんか安っぽいイチゴの味けど逆にそれが評価だからうまい、うまい、うん、変にイチゴイチゴしてるとな、なんかイチゴ、かき氷って言ってやっぱりオーソドックスが一番美味しいってことに気がついた、うん、まーちゃんじゃん、そうだろ、かき氷はもうかき氷は金は嫌だ、辛くてうまかったんだから、うん、ちょっと、うん、これね昔ながらのかき氷のいちごの味がしてね美味しいですよ、うん、かき氷ってやっぱオーソドックスがうまいよね、うん、やっぱあんまコテコテしなくて、うん、昔ながらのが一番美味しい気がする、うん、でもその味で結局慣れちゃってるから、うん、新しい味についていけないっていうのはあるかも、そうそうそう、今の人たちはその新しい感覚のやつが美味しいと思う、うん、でも結構昔ながらの人間はやっぱこういうちょっと言っちゃ悪いけど体に悪いかなってものの方がうまいって思っちゃうよね、うん、食べてきた、うん、危ない危ない、ニンニクが入ってるからね、うん、食べた、うん、なんだろう、なんかねリスかな、なんか変わったものになんか目が真ん中にあって、なんだろう、なんだろコモタン、かわいい、なんか目がクリーンってなってた、リスかな、リス後ろに尻尾があってさ、ねきよちゃんそこのところミヨンって尻尾があるじゃん、リスだろ、リス、リス、いやーかわいいリスちゃん、あこっち側はミニドラゴンですね、かわいい、今日は富士山は見えるでしょうか、見えない、でもなんか青く見えたりするんだよね、今日は雲がたくさん面白い形に見えました、さっきはリスの形の雲が見えました、なんかあれもなんか何か見えた、なんとなく見えてるような、見えてないかやっぱり微妙ですね、微妙です、もやっとしております、ワニみたいな雲発見栗橋第一劇場です、今日の家はどうなんでしょうか、今日は水曜日です、めっちゃ暑くなりそうです、あー混んでおりますね、朝から大和の人も見ていくのかなダメだ、配達のついでに見ていきます、ついでに見ていきます、いろいろ雲の形があります、何を描いたのかな、あっちの方はなんかやっぱりトカゲ系でドラゴンかな、かわいい、なんかね目がちゃんとあるんだよ、本当アートだよね、あれはちょっとドラゴンっぽい、
ってあるけど、ひまわりどこにあるんだろう。奥の方にあるのかな。結構今日車多いよね。水曜日です、ちなみにね。なんかあの鉄腕アトムの博士みたいな、水道橋博士みたいな雲が。お茶の水博士だよ。水道橋博士は漫才師や。間違えちゃう。お茶の水博士。よくあるかつな、記憶。ひまわりどこ、ひまわりどこや。ひまわりが全然見えない。見えない。うちら的にはいつもお寺に借りてるだけだから、あんま 見ないんだけど。ひまわりちゃんどこ、ね、奥の方か、土手沿いの方かね。全然見えません。権現堂公園。あ、でもこれひまわり違いますね。ネギ坊主でした。今日の意気込みはどうですか。キヨちゃんやっぱりパチンコ強いよね。キヨちゃんやっぱりパチンコ頑張ります。キヨちゃんやっぱりパチンコ打ちます。ムツゴロウみたいな雲が、あ、ちょうどトラックで隠れちゃった。ちょうどムツゴロウ。あれラッコが裏向いてるように見えるんだけど、あの上の雲はさ、ラッコがほら、うん、お腹を上にしてさ、うん、手がこうなっててさ、うん、ラッコかなと思った。なんかあっちは爆弾岩みたいな。思いね、そこのがムツゴロウっぽかったのにね。あ、わかんねえな、ちょっとムツゴロウは。あ、ちょっと変わっちゃったかな。なんかに、あ、ほら、ちょっと頭、目がポヨンと出ててさ、うん、横顔、うん、ムツゴロウだ、ムツゴロウ。ムツゴロウって言うんだよね、ハゼ。ハゼだよ、ハゼ。ハゼみたいな雲。面白いね。いろいろ考えるね。よく作れるね。上手ね、ドラちゃん。アーティストドラちゃんだよね。ね。なんか天狗様みたいだね、お花が。天狗雲だよね、金子。あ、こっち天狗様みたいじゃん。白天狗様。ね。ね、そうだ、鼻がクーンってなっててさ。そう、天狗さん優しそうな顔してる。ね。アートだよ、アート。よくこんな描けるよね。上手。まだ穂が出てない。もうちょっと先やね。そうそう。植え付けが。うん。ね。こっちはほら穂が出てるじゃん。垂れてる。少し。あ、掘ってみようんとしてるか。お米がなってるところ。ああ、そうかそうか。こっちはまだなってない。うん、こっちはね。遅かったんだ。うん。そう、なんかね、友達のね、田舎に、あ、一緒に遊びに行った時、茨城のなんかお米の方をそのままあの天ぷら、みたいにして。それでなんかあの塩をつけてなんか食べたのもらった覚えが、ちっちゃい頃ね。でも小学校の頃の話だから、もうちょっと うろ覚えなんだけどね。なんかでもなんかポップコーンみたいな感じでさ、お米がなポン菓子みたいな感じ。うん、そうそう。でもね、美味しかったかん、うん、こんなの初めてなんて思ってね。食べたことない。そう、稲穂ごと、稲穂っていうかそれごとあげて。そうそうそう、面白かったよ。こないださ、神様のお仕事の舞台のソラさんの動画を見ていたら、神様からおっしゃったことだけど、虫ってすごいんだってね。人間のあの焼き払いしてくれてるんだって。びっくりしちゃった。だから虫なんて殺せないよね。結局その虫がいっぱいいるところっていうのは邪気が溜まってるって言ってたね。で、その邪気をその虫さんたちは払ってくれてる。自分の使命とかもあるんだけど、その人間のために邪気を払ってる。だから人間も自分で死なきゃいけない。でも殺せない。本当殺せない。で、テントウムシもやっぱり、テントウムシが、ちょっと待って、テントウムシとかがあのたかった、あ、手にたかったりすると手に邪気が溜まってるから、その邪気を取ってくれて。例えばテントウムシとかが頭の上に乗ってたとしたら、頭に邪気が溜まってるからそれを取ってくれたりしてるんだって。虫さんには本当感謝です、ね、ちょっと意味嫌ったりしちゃうけどね。でもね、そういういいことをしてるらしいですよ、ね、カブトムシとかも、ね、あの角とかで邪気を払ったり、クワガタも挟んで邪気を払ったりしてるらしいです、ね、ありがたいですよね。さってのチャレンジはもう少しで着きます。今日は店長さん撮影所用とのことで来ないらしいです。ね。
でも遊びに来ました。よし、今日早いぞ、12時24分キヨプはバイバイ行ったのであった。12時26分なんかでも締め切りなんでやってるかなでもやってると思う、うん、ちょっと一応行くまで待っててみよう。あのあれだ、涼しくしてあるんやね。うん、そうだと思うけど、あ、やってるみたいです。よかった。うん、まあ、暑さ対策ですね。今挨拶してたから大丈夫です。よし、じゃあうちらは境町に行くぞ。今日は猿島郡にある茨城県の猿島郡にある山地に来ました。暑い。さて、茨城県の猿島郡境町にある山地の隣ぐらいにあったマセダっていうスーパーに行こうと思ったら、山地からもうあのついてる隣みたいな感じで行ったんだけど、うん、左、本当多分もしかして右だったのかもしれないけど、左に行ってずっとまっすぐ来たら坂東市に来ちゃったの。あれ坂東太郎、あれで、ちょっともっと30キロ行くとつくばってなっちゃったの。あれ、これはまずいですよと思って、とりあえずまた先に戻ろうと思います。今それなので、ここでちょっと車を止めて、すごいネギ畑ね、ちょっとくるんと回って、ナビを出していこうかなと思います。まあ、これもいいんじゃないの、迷ったのも面白いと思うよって思うんだよね。MZタウンのマレーツに来ました。ダークフェイトチェリーとか前に買って美味しかったので行ってきちゃった。あとスイカのブロック、母とキヨプーがチャレンジャーでパチンコ売ってるので、うちらはここで住んでおります。うん、あとバーカの日は今日は半額じゃなかったけど、うん、あとマグロのたたき、黒糖になるとセロリのマリネ、セロリって骨にいいらしいですね。同じ形してるものも人間にいいらしいです。でもセロリマクちゃんはあんまり好きじゃないけど、あとなんかチョコミントごま豆腐なんてあって面白そうだけど買ってきました。いただきます。セロリ美味しい、美味しい。この中入れよう、ごめん。うん、でもごまが効いてて美味しいよ。あ、うん、でもセロリのすごさが抜けてる。うん、あ、食べれる、まくちゃんにも。食べれるよ。うん、今はさっての MZ タウンにおります。母は今ダイソーで買い物に行っています。先ほどはマルエツでランチをブランチを食べておりました。キヨプーにもマルエツでお弁当買ってきた。タルタルソースをつけて食べる鶏天丼、甘辛だれで、マイ丼、私の丼ぶりマイ丼でマルエツで作ってるんですね。それでカロリーは619キロカロリー。あとセロリのマリネキヌア入り53キロカロリー。うん、セロリ、骨にいいセロリ。なんかさては急に何雨模様というニュースが来て、さすがに雲さんが黒いのが覆ってきました。そろそろざっと来るかな。でも逆に涼しくなっていいかもしれない。まだ5時前です。まだキヨプは来る気配がありません。5時だ、まだ雨降ってこないね。黒い雲来たから。最初の250玉は26回転、うん、まずまずこの調子で回していきたいと思います。
次の250玉は20回転。ダメですの。頑張りましょう。そして次の250玉は23回転。頑張ろう。さあ、プリンちゃん、やってくれるんでしょうか。あ、なんか出た。78回転で終わった。はい、今日はちょっと違反をしてしまいました。違反？怒られた？うん、違う。投資が6400円、うん、回収が10000円。あ、そうか、5000以上使っちゃった。5000円以上使っちゃった。あ、でもまあ買ったですね。まあそれも3600円。そうなんですか。あ、そうなんですか。頑張りましたね。はい、で、うん、何、ちょっと待って。で、何売ったんですか。やっぱりあのいつもの海です。あ、そうですか。はい、あ、そうなんですね。さっての余り玉景品でもらってきたものです。記憶。ただいまの時刻は7時31分。今日はあさって、比較的早くから行ったんですけれども、結構頑張ってしまいました。さて、第一劇場の方は皆さんどうなんでしょうか。あー、まだ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 混雑しております。皆さんご苦労様です。今日のプレーはどうだったんですか、キヨプ。もう最初から同じ台、全然一切動かずにやってました、うん、で、0回からスタートで大当たり、トータル33回、うん、で、途中で300回の大ハマりというふうに上手くなっちゃったんで、まあまあ勝てましたけれども、あんまり大したグラフは勝てませんでした。でも大変でしたね、うん、結構でもまあまあね、頑張りました、うん。でも今日はなんか夕方ぐらいからサテンの方がドタドタがシャンになる感じだったみたいだけど、あ、天候が崩れるわけだったみたいだけど、大してそんなにね、崩れなくてよ。逆に雨がちょっと降って涼しかったかな。雨って言っても降ってすぐ消えちゃうんだよね。ね、あの詐欺子ちゃんがね、何羽もちょうど上空飛んでたん。やっぱ迫力がある。詐欺が飛んでるのってね、でっかいからね。今は薬の青木に寄っています。キヨプーが帰りに、チャレンジャーの帰りに寄りました。モナオウジ抹茶、これ初めて食べるぞ。